今日からオリア YouTuber 京都サインボクシングジムの小松です。さっき馬焼さんとマスをさせてもらったんですけど、まあ、ちょっと結構やられちゃったんですけど、まあ、僕が、まあまあ、結構、まあ、馬焼さんみたいな体格が結構いい相手に対して、まあ、ちょっと心がけていることというかをちょっとまあ、ご紹介というか、まあ、僕なりのやり方というのをちょっと説明してみたいなと思います。まあ、こういう風に構えてもらって、で僕もそんなにリーチがその身長の割には別に長いわけでもなくて、まあ、こういうふうにどうしてもこの体格差があって、特に、まあ、オーソドックスサウスポーで相手がオーソドックスのことが多いので、どうしても近い距離っていうのが入りながら難しいんですね。でそこでまあ僕なりにやっぱり大事にしているのが、まあ、ジャブ。その中でもジャブ1発というよりかは、まあ、ジャブ2発を強く打つっていうのをすごい意識してます。例えばこういうふうに構えてて、こういうふうにまあジャブの差し合いでもなったりしてると思うけど、まあ、ダンダンっていう感じで、2発目のところで、相手に対して、まあ、顔を狙うのはまあ顔を狙ってるんですけど、どっちかっていうと、1発目か2発目で、相手にガードしてもらうというか、なんで、まあ、ガードをさせるっていうのをすごい意識してて、で、ガードをさせて、で、僕の場合、ジャブをポンポン、まあ、軽く打つ時もあるんですけど、どっちかっていうと、重心っていうと、ここですね、前半身のここの内側、ちょうど内もものあたりからこの脇にかけてのラインっていうのにすごい軸をずしっと置くのを意識してるんですね。で、ここからここの背骨で思いっきり押し込むっていうのを、この肘から上で小手みたいな感じで押し込むよ。で、バン当たる瞬間にちょっと押す感じで、相手ここでくじ引けたら思いっきりストレートをここでダーンって打って、さらにロープに詰めて、そこからまた連打をしていくっていうのが僕のやり方なんです。なんで、まあ、この綺麗に、このパンパン、パン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 とかやってると、どうしても僕の場合、まあ、疲れるし、後手に回るので、しっかり強い感じで、ここの半身でしっかり力を置いて、背骨でダンダンって押し込んで、で、しっかりこの距離で、自分の距離になったところで、相手が、しっかり固まってくれている、相手がもうパンチを返せるような状態じゃないっていうのを、まあ、見極められたら思いっきりストレートを打つっていうようにしてます。まあ、これはまあ例えばジャブとかでもそういいんですけど、ストレート系とかでもまあ同じで、まあ、こういうふうに見てて、こういうふうにジャブの差し合い、例えば相手がちょっと疲れたりとかで、ジャブがちょっと減ってきた時とかやったら、もうストレートがもう当たるなっていう距離がちょっとあるんですよね。まあ、こういう風にやってたけど、相手のジャブが減ってきて、どんどん自分の距離遠くなってるっていう時とかは、相手がもうガードの上でいて、ストレートを思いっきり、これも背骨で、こっちの後ろで打つ時はこっちにもこっちにしっかり重心を置いて、後ろ半身を背骨ごと叩きつけるような、そんなイメージ で相手の体を反らすっていう風にすると、あとはそのままちょっとところに巻けばバンバンとかいう感じで、まあ、僕の場合はジャブとかストレート系で相手の体勢をとりあえず崩すっていうのが、まあ、僕の中の定石としてやってて、まあ、結構自分のペースであんまりむやみに手数をちょっと増やしすぎず疲れすぎずできるかなと思うので、まあ、こんな感じで、まあ、ストレート系、強いストレートね、相手を押し込むような、まあ、ストレート系っていうのは結構使えると思います。特に大きい相手とかに、ちょっとぜひ試してみてもらえたらと思います。ありがとうございました。結構そのステップを踏むときって割とちょっと後ろに寄った方がやりやすかったりするんですよね。で、こういう感じでアウトボクシングずっとしてたけど、どうしてもジャブ打つときにここがちょっと眉のケツが浮くような感じでジャブを打ってしまうと相手に負けてしまうことがあるんで、しっかりとここにしっかり乗っといて、ダンダンっていう感じで押し込む。右に乗せるってこと？右に乗せるっていう感じで。ストレートの時は、まあ、ストレートの時も同じなんですけど、まあ、ストレートの時は前のほうにしっかり乗せといて、で、こっちはこっちでしっかり左の内ももでも軸は作るんですけど、あくまでも視点はこっちだと思ってもらったりです。こっちを視点にしてこっちの軸を叩きつけるジャブの時も真ん中よりちょっとこう内側ってこと？そうですね。内側っていうか外、右側ってこと？ま、あ、そう、ここの真ん中の軸があるとしたら、ちょっと
今度ここ内ももにちょっとずらしてもらって、軸がまあ左と真ん中と右と3本あると思ってもらって、で真ん中はまあ常にイメージしておいたらいいんです、まあ、背骨のラインですね。でそれあと股関節のラインにちょっと乗せる。ただここの軸がこういうふうにブレたりすると連打が打てなくなってしまうので、しっかりと真ん中の軸から、まあ、右股関節、左股関節ともに乗るようにしてもらうと、しっかり強くて、まあ、それなりの連打が打てるようになります。でこれがすごい、なんか僕が参考にしているのは、あの井上尚弥選手が、これが何ていうかもう究極の形として多分できてはるので、もう基礎が固めまくったのも最強のスタイルがあるやと思うので、まあ、ああいうのを見てもらった方が多分参考になると思います。まあ、簡単なジャブでも相手のガードを崩して押し込むようなパンチですね。そういうのをぜひ試してもらえたらと思います。ありがとうございました。